劉はじめ劉はじめは、中国元末民発の軍人、政治家、詩人、軍師、字話、白音、送り縄文政、石膏省雲州文政県、南田出身。出身地の文政が後に、青田と呼ばれたことから、劉青田とも称される。主元省に仕えて、民を建国するに際し大きな功績を挙げ、その後の名を安定させることに尽力した。また、 総連と並んで東大随一の文筆家としても知られ、その著書として、幾利古十巻、復讐二十四巻、宇土上州四巻、リマユ公衆五巻を後世に残す。中国では魔術師的な軍師として崇拝を受けており、三国時代の諸葛亮と並び称され、民発を物体とする小説、戯曲等に登場することが多い。 小説や儀曲ではもっぱら字で呼ばれるので、歴史上の人物であるにもかかわらず、字を取った、劉白音の方が親しまれている。次男は、劉、元松の科挙に合格して、紳士となり、行商元帥太都を務めたが、上司である、葛州鎮守の石松よろしまごと衝突して辞任して、故郷に陰性した。南京を陥落させて、呉れ国交となった、主元将は、当地の知識人たちを、 自らの幕下に昇平した。劉はじめは、主元将の昇平に応じた知識人の一人であり、以後、劉はじめは、主元将の軍師として活躍する。軍師としての劉はじめは、黄金軍の名目的な史料である反派やしじに、対して、牧道に過ぎない。こんなものを報じてどうなる。と大活したり、主元将が、コナンの陳と模量を置いて、蘇州の長島ことを打とうとした時にいめて、 先に、人ともりを打つべきと進言したりしている。これらの進言に対して、主元省も、劉はじめを厚く信頼し、我が志望と呼んでいた。劉はじめは民が成立すると大使令から漁師中、進むとなり、主に後期粛清に取り組んだ。しかしそのことで、李前朝、小伊王などの他の家臣からの恨みを買い、主言省の耳に、劉はじめの残言が入る。しかしその中でも、 劉はじめは後世であり続け、李ゼ朝が罪に問われた時に、李ゼ朝をかばったりもしている。その後も残言はやまず、退官して故郷へ引退した。再疑心の強かった主権省も、劉はじめに対する残言には、あいつが取って変わる気があるのなら、建国以前にその機会はいくらでもあったとして、相手にしなかったが、それでも残言が続いた。このため、劉はじめは、 主元象の疑いを避けるために南京に投入した。そこで病にかかり、死亡。はじめの死後、古祐王に対して、はじめを毒殺したとの疑惑がかけられ、これをきっかけとして、古祐王の極と呼ばれる大粛清が始まる。中国においては、龍はじめは主元象と並ぶかそれ以上の知名度を誇っており、李前朝や徐通ルといった他の主元象の後進たちとは比べ物にならない。 これには、秋代の小説や講談に、竜はじめが主役として取り上げられたことが、要因としてあり、小説や講談に登場する、竜はじめは予言者として描かれている。竜はじめによるとされている、予言書の中で名高いものが、焼き餅歌である。焼き餅歌の伝説では、ある日、主元章が焼き餅を食べていた時に、竜はじめが配列を求めて、宮中を訪れた。主元章は、 食べかけの焼き餅をワに隠しておいて、それを龍はじめに占いで当てさせた。この時の龍はじめの答えは以下のように伝わっている。半日系半藩に月、総比金竜高一血この食物なり、火のように丸く月のようにかけている。それは金流が一口かじったのです。それは食べ物です。伝説ではこの答えに驚いた主現象が龍はじめに懇願して、 民の将来をも占わせ、竜はじめはそれに対して暗湯に満ちた死で占った結果を述べたとされる。そのため、竜はじめが作ったとされる予言詞全体が、やきもち歌と呼ばれている。やきもち歌の解釈本は、多数ううあり、民の将来を超えて、はるか未来まで占ったと解釈しているものも多い。それらの中には、原子爆弾の発明まで予言したとするものさえある。 龍はじめ自身は呪者であったにもかかわらず、このような魔術師的な軍師のイメージが増幅したため、戦国書の著者に固くされたりした。龍はじめの人気は現代でも非常に高く、龍はじめを主役とした TV ドラマゲームなどが作られている。三国支援儀の石壁の戦いの家系の描写は、龍はじめの進言により、 仁友良を家計で破った時の描写を、羅漢中が参考にしたと言われており、また、演技の中の諸葛亮の人物描写も、龍はじめを元にしていると言われる。中でも、始政十九年に招聘した、説盗の四先生が名高い。四先生とは、裏江の総連、龍仙の正逸、霊水の葉、そして、青田の龍はじめを言う。つまり、主現章は自分を劉法になぞらえているわけである。 竜はじめは、主現象に、竜法のようにすれば、天下を取ることができると進言している。竜はじめのシーンは、濃いようによる毒殺であるという説が有力である。日本でいうお焼きのようなもの。油を加えて、柔らかく練った小麦粉で作った皮で、ひき肉や野菜のあんを包んで鉄板の上で焼いたもの。ミシェルノストラダムス氏の予言集の中国版であるが、中国には、 このような予言詩集が複数伝わっている。水世図は、日本でも、その存在がよく知られている。有名なものに、ヨハシラ水名の古典である、敵天隅がある。日本の水戸公門のように、腕利きの友を連れて、諸国を満有し各地で悪を懲らしめるという、流白音伝記が有名。流白音、ありがとうございます。